はいどうも、ラッチセッションのラッチです。今日はいろいろな技を覚えるときに役立つトラピーズからの派生技っていうのを紹介して説明していこうと思います。技を覚えていく上で、特にワンハンドストリングトリック、ワンエーなんかだといろいろなヨーヨーの乗せ方をして技をやったりすることが多いです。その時に、役立つ、トラピーズが最低できていれば、できるんじゃないかなっていう派生だったり、トラピーズへの入り方っていうのを紹介していこうと思います。今回は、5つ紹介します。1つ目、普通のトラピーズ。2つ目、リバーストラピーズ。3つ目、トラピーズリピートの形みたいな、逆側に振り子みたいに振って乗せ直すトラピーズ。こういう風に指に一周分巻きついてる、そういう感じのトラピーズ。こういう風に上から糸をかぶせて自分の手で形を作りに行くトラピーズ。この5つを紹介していきます。それぞれのパターンについて、こういうところで使われてるよとかいうのを、紹介するので、ぜひ動画最後まで見ていってください。それでは順番に解説していきます。まず1つ目、普通のトラピーズ。これは言わずもながらいろんなところで使えますね。トラピーズだったり、ダブルワナッシングだったり、ここの最後の部分がトラピーズですね。こういう風にソイルパンティーの途中で、トラピーズが入ったりします。最初に覚えるときは人差し指を出して、そこにヨーヨーを糸を当てて乗せるっていう、その人差し指のトラピーズをやってることが多いと思うんですが、親指だったり中指だったり他の指でやるトラピーズっていうのも、普通の人差し指のトラピーズができたら練習してみてください。例えば親指から入る技っていうと、こういう感じの技があったりするので、いろんな指でトラピーズができると、その後いろんな技を覚えるときに、やりやすくなるというか、苦労が少ないんじゃないかなと思います。次、2つ目いきましょう。リバーストラピーズです。リバーストラピーズはその名前の通り逆側のトラピーズなんですが、こうしてみると分かりやすいですね。普通のトラピーズとは逆側の方に糸を使っている形になっています。リバーストラピーズで注意するところは、なんといってもバインドがかかる形になっているっていうことですね。普通のトラピーズの方では引っ張っても回転方向の関係でバインドにならないんです。バインド用の場合ですけど、バインドがかからないんですが、リバーストラピーズだと、この状態からとそのままバインドできてしまいます。厳密に、本当に厳密に言うと、普通のトラピーズでもバインドかかるんですけど、でもそれは、かけようと思えばかかるっていう程度なんで、リバーストラピーズの方がバインドがかかりやすい形、基本的にかける形になってるっていうところを、気をつけてください。で、このバインドがかかる形になっているっていうところが、何を気をつけなきゃいけないかっていうと、こう技の途中で戻ってきたりしないようにっていうのを気をつけないといけないですね。リバーストラピーズの状態から糸が巻き取られる方向に引っ張ってしまうと、そのまま手元にバインドになって戻ってきてしまうので、一度押さえたらその位置からできるだけ動かさずに次の技に行くっていうのが、ポイントかもしれません。リバーストラピーズが入る応用技は、例えばこういう、ここに動画のリンクを貼っておきますけど、こういう風にスラックにつなげる形だったりとか、あとビルスペシャル、これもリバーストラピーズ使ったりする技なので、いろんなところで登場する動きです。3つ目、逆回転ですね。トラピーズリピートっていう風に、検索してもらうとよく出てくると思います。普通のトラピーズはこう言ってしまえばこっち側の回転の向きなんですが、そのトラピーズリピートは逆側、逆回転の向きです。普通のトラピーズは回転方向を殺さずにそのまま回していれば乗せられるんですが、逆回転の時は空中で一回勢いを殺して
こういう風に乗って直すっていう、ちょっと普通のトラピーズと違った動きになってます。まあ、逆回転のこの動きの技でいうと、まあ、こういうソイルドパンティーの中の乗せ替えの数々だったりとか、まあ、こういうラダーエスケープの中の動きだったりとか、ヨーヨー単品でぶら下げたり、まあ、小さい輪っかの中を通したりっていう、そういう、まあ、いわゆるごちゃ系トリックなんかでよく使われているような印象があります。はい、次、1回透かして1回トラピーズしないで2回目に乗せる、で指に巻きついてるっていう、こういう形の、ね、こういう風に巻きついてるっていうトラピーズです。このタイプは1回指に巻きつけるっていうところがポイントで、指に巻きつくと何が起きるかっていうと、このヨーヨーがこういう風にあの摩擦で指に固定されるんですね。まあ、横ストリングがスベスベだったり肌がスベスベな人はちょっとあの止まらないかもしれないんですけど、こう一周巻きつけると、その指とここの糸の摩擦で、まあ、あとこっちの手で引っ張ってるっていうのもあってヨーヨーが止まります。なのでこっからあの糸の長さを調整することはない、固定された形でトラピーズしなきゃいけないっていうところがまた一つ難しいところです。もう一つ難しいところは、初めの一周分ヨーヨーを、トラピーズさせないで一周分回すんですが、その後に糸をヨーヨーの真下に持ってきてトラピーズしなきゃいけないです。で、さっき言ったみたいにこの長さが固定されてるからちょっとだけ難しいっていう、そういう若干癖のある動きになってます。まあ、具体的な例で言うと、神風のここですね、ここで、まあ、こっちの 右手側スローハンド側の方で巻きつきタイプのトラピーズが行われています。最後、こう手を回してトラピーズにする、こうですね。普通のトラピーズがヨーヨーが動いてヨーヨーが回転して糸に乗ってくるのに対して、ヨーヨーの方をすくい上げてトラピーズの形に持ってくるっていう方になります。まあ、このポイントはヨーヨーを動かして乗っけるだけじゃなくて、糸の方から迎えに行ってあげるっていうことも、でもまあ、トラピーズだったりそういういろんな形にできるよっていうところを、まあ、示すっていうところで一ついい見本になってるんじゃないかなと思います。これを使うと普通のトラピーズとこの上からかける形を同時にやってダブルオンマウント、ダブルトラピーズをダブルトラピーズを一瞬で作ったりっていうことができるようになります。糸でヨーヨーを迎えに行くっていう意味だと、こういうリキャプチャーの動きっていうのが近い動きなのかなと思います。はい、まとめです。今日5個トラピーズを紹介してきましたが、同じ1本の糸にヨーヨー1回乗せるっていうこの動きでもいろんな入り方があったり、またちょっと形の違う派生があったりするっていうところで、いろんなそういう形をこまめに覚えておくと、何かあこの技かっこいいなやってみようとか、あと自分の技を作ったりするときとかに引き出しが増えるというか、自分の知っていることが増えると、まあ、習得が早くなったり、いろんな技を作ったりすると思うので、まあ、そういうところでね、ちょっと役に立ったらいいんじゃないかと思います。もしこのところが役に立ったという方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。ラッチステーションのラッチでした。また明日。